木村勲は日本の俳優。広島県広島市出身。戦後日本映画史を代表する名優の一人でもあった。広島市千田町を生まれ。広島に中卒業後に上京し1941年文化学院文学部に入学する。在学中より演劇運動に没頭し様々な学生演劇に出演した。1943年。 文化学院演劇部、花々式一族で、国枝小津と共演して見染める。入隊前に、小津との結婚を申し込むが、この時は、父で作家の国枝幹字の許しは得られなかった。また、東宝撮影所でアルバイトをしていた友人を訪ねた、時、山本か郎監督にスカウトされ、ハワイマレー沖機械に出演した。1943年、 文化学院閉鎖に伴い一年繰り上げで卒業後、招集され1944年から一年間海軍生活を送る。1945年、終戦による福員で広島へ帰郷したが、家族は8月6日の原爆で被爆し、市内中心部の勤務先にいた父親は即死、自宅にいた母親も戦後間もなく死に、天外孤独となった。1946年、 失意のうちに再び、神業俳優座に入団。1948年4月1日、国枝小杖と結婚し、同年暮れより、藤沢市久げ沼の小杖の実家に同居する。ロベルト・ロッセリーニの、戦火の彼方など、戦後のイタリア映画が展開した、ネオリアリズムに傾倒した。1949年、痩せこけた俳優を探していた、 黒沢明監督の目に留まり、野良犬に出演する。三船敏郎が演じる刑事に追われる、惨めな福音兵の犯人役で、戦争の深い傷跡を表現し大きな注目を集めた。以後も、生きる、七人の侍、天国と地獄など、黒沢明中期作品の常連でもあった。1955年1950年、保守的に傾き始めた幹部たちと対立して、 俳優座を退団した。木村も、革新劇団の若手であった、岡田英治、金子信夫、高原俊武志らと、青年俳優クラブを結成し、劇団聖杯では、翻訳劇、創作劇を意欲的に上演、また、映画、奥万長者などの制作も行い、劇団の中心的存在として活躍する。一方、人間魚雷回転、米、宮本武蔵、関野タッペ、 暗殺、雪国など大作、話題作映画に出演。また、戦後左翼運動の台頭などで、活発化した独立プロ運動に共鳴し、山彦学校、真空地帯、運河がルル果てに、足摺り樹氷のよろめきなど独立プロ制作の作品にも多数、出演指名性を確立した。年齢不詳の若さがあり、スマートで、ダンディ、またにるな陰りがあって、 女性ファンも多かった。1954年10月、釘沼を離れ、東京都渋谷区西原へ転居した。1981年7月4日、食道癌のため58歳で没した。木村は、7人の侍の俳優陣では、最年少者ではあったが、最初に亡くなった加藤大輔に続き同じ癌で病没した。一方、木村は近年売れっ子となった。 個性派俳優の梅津久志の師匠としても知られている。劇団、聖杯は、個性的な俳優陣を多数輩出したが、日本、柱だった岡田と木村の意見に次第に、ズレができた。岡田がやや前衛的思考だったのに対し、木村は正当派の進撃を守っていこうという、立場だった。1968年、劇団、聖杯は、 劇団内部の議曲選出の意見の対立から分裂し、岡田は清水国を蟹役映像、蜷川幸らの現代人劇場に参加。1970年には社長だった本田縁三郎も離れ、テレビ、映画で活躍する著名俳優が次々と移籍、独立し、看板俳優は木村と折本淳吉だけとなった。また、劇団社長が 劇団以外でもけようと音楽出版に手を出すなどの乱脈経営で1979年に多額の負債を抱え倒産した。木村自身も1億7000万円の借金を背負った。聖杯結成当時のメンバーだった倉橋健も木村君は滝沢治さんのように日本の演劇を変えたわけではないんです。しかし、 従来の時代主義だったエデオロギーを超えて、進撃の幅を広くしました。その後、彼の演劇感は変わらなかったんです。それに対して若い荷川は幸男などはついていけず、脱退しました。結果、取り残されたのが彼の悲劇と言えます。彼は演劇より映画でいい仕事をしました。上手い役者で、感が良く、真面目で努力家だった。素材としては、非常に貴重な役者で、 いい監督と脚本に恵まれると、特に力が出ましたねと追悼した。妻の木村小津はエッセイストで改装機、こう、大好きが、ベストセラーとなった。また、顕著に、こう、手紙ありがとうがある。ありがとうございます。